とですね、型紙がね、こういう感じで、今大体大まかな説明は書いたんですが、これが前の部分、これ前側になる部分で、で、こっちが後ろ側になる部分です、こっちがね。それで、寸法を今紹介していくんですが、ここの幅がですね、ここですね、ここが69センチです。で、ちなみに、モデル、まあ、今回、身長150センチ、まあ、だいたい S サイズぐらいですかね。S サイズだとは思いますけど、それで最初寸法、まずね、ここが69で、ここがね、ここが40センチ、こっちも40センチです。そしてここね、裾折り返しになるんで、ここが3センチ取って、で、こっちね、こっちはウエスト、ここ折り返し、ここ5センチ取ってます。それでね、これもこう5センチ折り返して作るんだけど、で、ここの点が分かれば、結構ね、この型紙が作りやすさが分かるので、でね、で今、ちょっとこう線を引いちゃいますですかね。ここ長方形になってるんですよ。そして、ここの点から、どのぐらい行った時にってことなんだけども、ここからここまで13センチ、ここね、そしてここまでの長さが 33.5センチ、そしてこっち前の部分、前の部分もこう直角でこう持ってった時にですね、ここからここまでが 7.5 センチ、ここからここで、ここからここが29センチ、7.5、29、ここに点と点を引いて、ここからここまでギューッと線を引けば、おのずとここのウエストのラインは決まって、ここのラインだけはまあこの D カーブだったりスイートカーブだったりで、まあここは引いていけばいいので、そんな感じですかね。これをね、元に、まあこれからの私の今制作風景動画を見ていただければわかると思いますし、これでお分かりになる方はこれで作れると思いますので、それでね、裏面両面ありますからね、絶対片面だけ2枚取るとかしないように、ね、結構やるんですよ。これ例えば A サイドだったら A サイドで裏返して、あと 裏は B サイドね、 B サイドとかあるのでね、ちゃんとこう両側で撮るように、まあそれも動画のこの後の動画の中でも、言ってはいるんですけれども、これをね、参考にして、あとちょっと一回写真撮ったやつ、まあちょっと5秒ぐらい今静止動画として載っけておきますのでね。用意するのは模造紙がね、これね、100円ショップ、まあ本当は型紙用の、型
あの紙も売ってるんですけど、僕は100円ショップでね、模造紙これね5、6枚入って100円です。